何かしら実績を持ってる必要があるって言ってたよな。一体どんな人たちなんだろう。こんにちは。南十字舞踏会に参加しに来たのか。そうだが、君たちも申し込んだのか。だったらまずは舞踏会の決まりを見てくるといい。南十字舞踏会は希望者全員が参加できるわけではないからな。舞踏会は剣法や武器を使って勝負する。実力がない人が参加しても最終的に怪我を負うだけだ。誰もそんなことは望んでない。そうだろう。おお、それならもう聞いたぞ。でもそっちは一体どんな実績の持ち主なんだ。ははは、俺か。以前チコガン自由迫撃大会で準優勝したんだ。なんかあまり一般的なやつじゃなさそうだな。そんな聞いたことないのか。よくやってる大会で俺が参加した時なんか何十人も参加者がいたんだぞ。大会の実績以外にも戦艦軍の代わりに砲塔団を捕まえたことがある。悪さをする二人の悪党をとっ捕まえたんだ。夜中に俺のところに盗みに来るなんて、とんだ怖いもの知らずだったぜ。あの時のことはよく覚えてる。俺の左拳が痩せた方の顔面に炸裂して、そいつがよろけて後ろに下がると、今度は隣の太った方が刀を出してきやがったんだ。だが俺は一歩も引かず、回し蹴りで刀を天井まで弾き飛ばしてやった。ははは、確かに。でも素手で二人の敵を相手にしても俺は全くひるまなかったぜ。結構重い傷を負ったものの、二人を捕まえて戦艦軍に引き渡した。それで表彰もされた。まあ、オイラたちからすれば砲塔団を同時に 4,5 人相手するなんて日常茶飯事だけど。よし、じゃあもう少し周りを見てみようぜ。闘技場で会おう。若いやつには負けないぞ。こんにちは。お前たちも南十字舞踏会の参加者か。ああ、武芸を極めるためには実戦で経験を積む必要があると師匠からそう教わってな。しかし俺たちにとって修行以外にも、あの主なき神の目を手に入れることも重要な目的の一つだ。はい、神の目があれば私たちは師匠の弟子の中でも一番のお気に入りになれるはずです。その師匠ってすごそうだな。有名な人なのか。ああ、あのお方は霊山派の創始者で非凡な実力の持ち主。俺とこの弟弟子もその一派のものだ。それもそのはず、まだ創設して間もない流派だからな。まだ師匠の名声ほど高くはないんだ。あの人は武術の達人で数々の技を生み出した。聞くところによると十何流派が影響を受けているらしい。彼が霊山派で伝授しているのは家系と呼ばれるカンフーだ。家系？気功の一種で、身にまとう気を用いることで少しも動くことなく相手の攻撃を防ぐことができる。例えば俺の師匠は相手の拳をたやすく反らすことができたり、投げられた石の軌道を変えたりできる。過去に師匠に挑んだ人は手も触れずに吹き飛ばされたことがあるらしいです。確かに本当のことだ。ただ習得するのは非常に困難でな。俺たちみたいに長く修行をしていても習得できたのはほんの一部。まだうまくは使えない。きっと私たちには素質が足りないから習得に時間がかかっているんでしょう。このままでは学費が払えなくなります。学費がいるのか。もちろんです。師匠は武術の達人で毎日忙しくされている身、そんな方から直々に教わるのですから誠意を表すのは当然ですよね。ただ師匠の指導を受けているにもかかわらず、いつまで経っても進歩しないから師匠の顔色もだんだんと変わってきた。しかもその後コカ派に神の目を持つ者が加わり、
流派に大きな進展があったと聞く。ですので私たちも神の目を手に入れたら師匠の機嫌が良くなるのではと思いまして。大丈夫。それに考えられる手は全部試してみるべきだ。待ってるだけじゃ何も変えられない。そうですね。もし成功すれば霊山派の名が歴史に残ることになります。そうすれば周りから一目置かれるでしょう。リーユエ一の流派になるのも夢ではありません。ああ、闘技場で勝負をつけよう。そこの若いの、見たところ君もこの南十字舞踏会に参加しに来たのかな。つまり僕の競争相手がまた一人増えたというわけだ。お前も優勝を狙ってるのか。そうだ、参加するなら目標は優勝しかないだろう。それに神の目は僕にとって唯一足りないもの、そして一番重要なものでもある。いやいや、別に具体的に何かしようとは思ってないさ。ただ完璧な人になりたいだけなんだ。少し自慢になってしまうけど、僕の人生はこれまで何の挫折もない順調なものだった。どんな試験にも落ちたことがないし、商売をすればかなりの儲けを得た。社交的な場でももちろん十分すぎるほどの出会いがあった。みんなの目には僕は完璧な人間として映っているだろう。だが僕はそれで満足はしない。だって完璧な存在になるにはあと一つ足りていないのだから。そう、神の目さ。こんなに自信満々なやつも珍しいな。そんなのは重要じゃない。僕は南十字戦隊にも知り合いがいるんだ。彼も僕がすごい人だと知ってるから今回特別に参加資格を用意してくれた。それに大勢の人に応援を頼んでいてね。みんな仲のいいご近所さんなんだ。もちろん僕も何日かかけて武道を学んだよ。僕の才能ならこんな舞踏会なんか適当にやっても優勝できるさ。ははは、君も僕の特別さに気づいたようだね。でもあまり魅了されないでくれよ。よし、僕は試合前の準備をしてくるよ。僕の登場を楽しみに待ってておくれ。なんかみんな自信満々だったり騙されてたり実力が普通だったりで、お前の方がすごいってことを大声で言ってやりたいぞ。よし、じゃあ舞踏会に申し込みに行こう。警察総腕相撲優勝、この実績はまあよしとしましょう。次の方どうぞ。まずはお名前を教えてください。まさかあなたが。嘘でしょ。本当に噂の。え、あの人神の目を持ってなかったの？この舞踏会に参加するなんて。その確認ですが、あなたはリーユエコーのために魔人を退けた旅人さんですよね。やっぱり彼女が。操船儀式で国勢様と話をしてた人だ。ちょっと彼女からサインをもらえないかしら。この舞踏会は神の目を持たない者のみ参加できることはご存知ですよね。本当ですか。噂ではあなたの戦闘力は並外れており、何度も危険な状況をくぐり抜けてきたと聞きます。魔人もファリョイもあなたの敵ではないようですが。でも本当に神の目は持ってないぞ。なんなら持ち物検査をしてみてもいいぜ。すみません、失礼しました。大英雄様が嘘をつくことはないと信じています。
ではあなたの持つ実績を述べていただけますか。形式的なものです。述べていただけると私も登録するのに便利ですので。魔人オセルを討伐したことは知っています。他にはありますか。それに風魔竜トワリン、ファテュスの講師とも戦ったことがあるぞ。な、優勝は彼女に違いない。今から参加を辞退しても間に合うかしら。わかりました。それで十分です。こんなに立派な実績は今までに見たことがありません。はい、登録が完了いたしました。これから商品の説明をいたします。大英雄様がこの舞踏会に参加するのですから、目的はきっと優勝してこの神の目を手に入れることでしょう。そのために来たんじゃないぞ。優勝したら稲妻に連れてってくれるって北斗が約束してくれたんだ。他にも商品が？そんなの聞いてないぞ。多分北斗さんがその条件を出したから大英雄様も参加する気になったんだろう。でも大英雄様、稲妻みたいな危険なところに行く気なの？なるほど。北斗姉様と事前に条件を話し終えていたのですね。さすがは大英雄様、自分の考えを持っていらっしゃいますね。とにかく予選はもうすぐ始まります。対策などを立てるのでしたら準備をしておくと良いかもしれません。そうだ、この舞踏会って神の目を持ってる人は参加できないんだったよな。お前は神の目を持ってないけど、テイワットでは神の目を持つ人だけが元素力を使えるっていう認識なんだ。だから誤解されないように、試合の時は元素力は使わないでおこうぜ。それにこの程度の相手なら元素力を使わなくても楽勝だろう。じゃあ行こう。期待してるぞ。その自信に満ちた表情、今から試合を始めてもよろしいということでしょうか。では私と共に会場へ。大注目の優勝候補、彼女の1試合目が今始まるぜ。君大英雄だったのか。こんなのどうやって勝てと言うんだ。いや、なんか一般人よりも弱かったな。あの地震はどこから来てたんだろう。とりあえず勝ったから北斗のところに行こう。何か話したいことがあるみたいだぞ。さすがは私が見込んだ強者だ。あんたも見ただろう、カズハ。全く無駄な動きをせず迷いなく勝負をつけた彼女の姿を。そうであるな。しかし相手を傷つけぬよう少し手加減をしていたようにも見えたでござる。今までいろんな戦いを経験してきた私だが、この一試合を見ただけでこいつの強さがはっきりと分かったぜ。だから褒め言葉をケチる必要なんてないんだぞ。うむ、褒めるとするならそうであるな。悪くない勝負であった。はあ、まあいい。あんたに詩を読んでもらって場の雰囲気を盛り上げようと思ったが無理強いだったみたいだな。実はさっき参加者が大勢私のところに来てな、リーユへの大英雄が舞踏会に参加するなんて思わなかったって驚いてたぞ。それから参加を申し込む人が一気に増えた。中には武道を極めたやつもいる。みんなあんたと勝負したいと思ってるみたいだぜ。だからあんたには優勝候補にふさわしい待遇を与えると決めた。一般選手との勝負で体力を消費してほしくないし、それにあんたももっと熱い対決を期待してるだろ。だからあんたには直接準決勝に進出してもらうことにした。さっきのはまだ予選だろ。
直接準決勝だなんて適当すぎじゃないか。これが姉君の性格でござる。止められんよ。それに実際の実力でもこの大英雄は準決勝まで進むと拙者は思う。それはそうだけど。じゃあまずは他の試合を観戦しよう。誰があんたへの挑戦権を手にするか見てみようじゃないか。ついに、ついに来たぞ、本日の大目玉。どうやら姉君はこの勝負に大いに期待しているようだ。これほどまでに興奮した姿は久しぶりに見たでござる。お主の対戦相手は数々の試練を突破し準決勝まで進んだ百戦錬磨の強者。実力ではお主に及ばぬかもしれぬが、油断は禁物でござる。ではお主があの嵐を突破する準備ができているかどうか、しかと拝見させてもらうでござる。おしゃべりはその辺にしときな。観客も待ちきれないみたいだぜ。申し込みをした時の船員のところに行ってこい。彼女が会場まで案内してくれる。あなたの準決勝の相手、名はそこまで知れ渡っていませんが、本舞踏会の台風の目となる選手でしょう。大英雄様の実力を疑ってはいませんが、万全の準備をした方がいいのは確かです。このレベルの対決ならこいつはきっと負けないぞ。はい、では入場いたしましょう。やっと来たぜ、大注目の準決勝だ。イーユエの英雄と本大会の台風の目、勝つのは一体どっちだ。商品に興味はない。お前が強ければそれだけで十分。汗がたくさん出た。悪くない。認めよう、お前の方が強い。まだまだ鍛錬が必要だ。そうだな、さっきは危なかったぜ。もしお前が神の目を持ってたらきっともっとすごかっただろうな。小さい頃神の目が欲しかった。それを手にすれば強くなれると聞いてな。だが手に入らなかった。それからは興味もなくなった。神の目よりも筋肉の方が使える。神の目を持つ者にも勝ったことがある。あの力は神が与えたもの、羨ましくはない。え、あの主なき神の目のために来たんじゃないのか。いや、ただ勝負がしたかっただけだ。誰が強いか試しにな。敗北の実が力の差を悟らせ成長させる。だから嬉しいのだ、まれに味わえる敗北が。これこそ本当に実力のある人が言うことだな。機会があればまた勝負しよう。俺ももっと強くなる。そうだ、決勝に進んだ人を知ってるか。お前より強いのか。俺より強いかどうかはわからない。ただとてつもなく速いと聞いた。油断はするな。どうへ行っちゃった。決勝戦の相手について聞き込みに行こうぜ。全力を出さないとまずいかもしれないぞ。君か。勝負は見させてもらったよ。見事だった。俺は3回戦で終わったよ。はあ、惜しかったな。せめてもう1戦くらいできたら。決勝戦は誰が進んだか知ってるか。俺を任した人だよ。すごかったぜ。とてつもなく俊敏で人の隙をつくのがうまかった。少し隙を見せただけで次の瞬間地面に倒されてたよ。俺の体格は力比べなら負けないんだが、
俊敏さとなるとどうにもならない。でもまあ、そいつが相手でも思いには勝てないと思うがな。あれ、お前の兄弟子は？家系で拳を防ごうとしたら鼻に直接当たってしまい、大量出血してしまいました。相手の戦士も慌ててどうして避けなかったのか聞いてきたのですが、もうすでに返事ができる状態ではなく、避けなかったのはそれが霊山派だとしか。ただまだ習得しきれていないだけで、怪我を負った兄弟子を帰港する船に乗せて戻ってきた時には私の出番はすでに終わっていました。このことは私も師匠に言えません。きっとお怒りになられるでしょう。すみません、あなたたちに愚痴を漏らしてもしょうがないですね。私も今は混乱しておりますので、何かお聞きになられてもお答えできないかもしれません。そっか、兄弟子が早く良くなるといいな。お前も元気出せよ。はい、ありがとうございます。なんか役に立つ情報はなかったな。北斗に聞いてみよう、何か知ってるかもしれない。実にお見事、あっぱれであった。相手の動きに慣れるのに少々手こずり、苦戦を強いられていたでござるな。しかし迅速に体勢を立て直し、勝利を勝ち取った。これこそが最も称賛に値するでござる。実は耳で聞いたのでござるよ、砂と呼吸の音を。しかしこの程度は造作もないこと、姉君にも分かっていたでござろう。確かにな。ただ私は経験に頼ってるだけだが、あんたにとってこの舞踏会は新鮮でいい体験になってるんじゃないか。ちょっと聞きたいんだけど、決勝の相手ってどんなやつなんだ？準決勝の人より強いのか？そうでもない。ただ決勝に進出したやつは強いというよりも突出した能力を持っている。彼は速い、身のこなしに長けている。それに一目でわかるほど豊富な実戦経験を持っている。どうした？決勝戦で不意をつかれないかが心配か？であれば拙者から一つ助言を授けよう。共に静かな場所に来てくれぬか。まだ話してなかったと思うが、実は稲妻にいた頃拙者は浪人であった。おお、それは服装を見て分かってたけど、話してる感じは刀を使うような人には見えないよな。学問を得れば本を知り、武道を得れば刀を知る。長い道のりの中で芸を一つ増やすのは悪いことではないであろう。武芸に優れているとは決して言えぬが、大陸中の様々な達人を見てきたでござる。お主の相手が得意とする技術についても少々心得ている。お主の才覚であれば、拙者からの少しの助言でその技を打破する術を思いつくであろう。おいおい、それはちょっと反則じゃないか。情報収集も決闘の一部、問題はないと思うが。彼女らはモンドから数々の修羅場を経験してきた。それらをくぐり抜けられたのは気力によるだけのものでもあるまい。そうだそうだ。おいらたちモンドにいたことを言ってなかったよな。その場所へ行けば自然の中に足跡を残す。そして自然はお主らに特別な匂いをもたらすのでござる。しかしその匂いはあくまでも拙者に助言を与えるのみ、本質に触れることはできぬ。拙者もまだまだ気になることがたくさんあるのでござるよ。拙者と共に行かぬか。試合後の余興として。